行くで。余計なおしゃべりはええ。真面目にやれ。ここは私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。始まったか。ええ。不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に斬られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に斬られることになるんやからな。なあ坂本龍馬さんよ。維新の英雄坂本龍馬の暗殺よりわずか数年前、この国は徳川幕府による絶対的な支配が300年にわたって続いていた。だが静寂は突如現れた異国の黒船によって打ち破られる。強大な文明力を持った異国に対し幕府は抗う術を持たなかったのである。その支配者の衰えを時の侍たちが黙って見逃すはずがなかった。無力な支配者に従う理由はない。日本は再び群雄割拠の乱世に飲み込まれようとしていた。
絶景じゃの。そういや、なんで鏡川っていうか市中か。坂本さん、こんにちは。医者じゃ、見せてみ。つい先ほどから急に腹を押さえて苦しみだして、こりゃいかん、盲腸かもしれんちや。盲腸？腹の腑が炎症を起こす病気じゃ。乱歩医師か治せんしのものじゃ。そんなとにかく急いで運ぶがぜよ。おい、誰かこの子を運ぶの手伝ってくれんか。上司様じゃ。来ない時に、なんちゅうことぜよ。何をする気ぜよ。待て、女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の腑の病気に。おお、それで今すぐ乱歩医のところへ行かないと手遅れに。ですからここをお通しくださいませ。そら大変な話ぜよ。なあ。おお、大変じゃ。腹の腑の病気か何か知らんが、手遅れになったらなったで、それがその子供の寿命っちゅうことぜ。腹痛程度でずうずうしい女子じゃ。わしら上司の横を素通りできると思ったかか。そんなに上司様は偉いのですか。何？私は大津藩の出です。4年前この土佐藩の豪氏のところに嫁ぎました。でも土佐はおかしい。大津なら武士は人を助け、こういう時には誰よりも親切にしてくれたというのに、同じ人間なのにどうして。女子様のお通りはこの子の命より重いんですか。豪氏の嫁風情が何を抜かす。そうじゃ、土佐では上司が絶対、わしらに逆らうことなど許されんのじゃ。
いちいち俺を苛立たせる。な、何者ぜよ恩師。土佐藩合氏坂本龍馬。合氏じゃと？合氏の分際で恩師や。早く行け。しかし俺は根っからの土佐人だ。上司連中の性根は知り尽くしている。こいつらにはいくら道理を解いても通用しない。恩師や。こうするしかねえんだよ。その子の命を助けたいのならな。ありがとうございます。ご神ごときがどうなるか分かっちゅうがか。ああ。上司様に刃を向けたりはしねえ。間違って殺してもしたら仕返しにこの町ごと焼き払われかねないからな。なんじゃと。後で報いは受けてやる。だがお前らにも女を殴った報いを受けさせてやる。この命知らずが。かかってこい。ぬるま湯育ちのお前らに痛みってもんを教えてやる。しもたちや、あの兄ちゃん。答えな。俺だって分かってるさ。この土佐で上司に逆らったらどうなるかなんてことはここにいる誰よりずっとな。何事だ。江戸から土佐に戻って早々なんであんな真似をした？ん？どうして下級武士の分際で上司に立てつくような真似をしたのかって聞いてんだ。ん？いいか、江戸帰りで忘れちまってるなら思い出せ。ここ土佐で身分は命より重い。理由が何であろうが、相手が女子供だろうが、上司に逆らえば罪になる。江戸じゃ剣を修行したそうだが、それも水の泡だ。上司に手を挙げれば全て終わり。お前に待っているのは死罪だ。恨むなら土佐を恨むんだな。あんたは悔しくないのか。何と言った？あんたも俺と同じ合氏だろ。合氏ってだけでバカな上司にも頭下げなきゃならない。あんたは悔しいと思わないのか。
緒にするな。俺は白札合子だ。合子ごときと同列に語るんじゃない。お前ら合子は道端の石と同じだ。蹴られても捨てられても文句は言えない。そこまでだ。誰だ。お前が言うところの石を蹴れる側の人間だ。何？まさか。江戸に負わす大殿、山内陽道の懐刀とでも言えばわかるか。三世吉田東洋様。悪いがこの石ころわしの方で引き取らせてもらう。ですがしかし、わしがこの土佐で最も規律に厳しい男だということを知らぬわけではあるまいな。それはもちろん。裁きとなる前にこの手で殺したいのじゃ。この無礼な石ころをな。承知つかまつりました。ということだ。覚悟せい、坂本龍馬。いや、我が息子よ。それにしても随分丹念に痛めつけられたものだな。おやさん、ほれ。何も言うな。今他の老番に見つかったらことが台無しだ。今すぐ着替えてここを出ろ。でもどうやって。心配ない、出口まで人払いしてやる。だが短い時間だ、急げ。詳しい話は後だ。お前はここを出たら町で腹ごしらえでもして、その後隠れ家に来い。隠れ家？忘れたのか。わしたちが何年も暮らした塾のことを。江戸の一年ってな、ずいぶん長いらしい。場所は町のやつにでも聞け。剣護士塾と聞けばわかる。わかった。